あの日負けたのは輪島じゃなかったと。輪島を見せることができなかったのが敗因ですね。全てに対して距離にしても攻撃にしてもディフェンスにしても輪島ひろみではなかったですね。まだ気持ちがちょっと切り替えられないまま負けてしまって、で自分を出し切れず負けてしまったんで。日本を背負う男の2連敗、輪島は自分を見失った。人生でこんなに悔しかったりとか落ち込んだりとか悩んだ時期ってなかったと思うんで、負けたままで終われないっていうのはもちろんありましたし。再起をかける四国の彗星、輪島ひろみ。今は自分を取り戻すというか、相手どうこうではなく自分のスタイルをもう一度取り戻す。試合でしか強い輪島は帰ってこない。地元の大阪っていうのもあって、この試合は絶対出たくて、プロデューサーにも直談判してまたベルトを狙いに行きたいので、今回は絶対落とせない試合だなっていう、はい、そういうモチベーションです。輪島よ、簡単に勝てると思うなよ。韓国最大の立ち技格闘技団体マックス FC から送り込まれてきた刺客、コリアンビースト、キム・ジュンファ。一歩も引かないファイトスタイルで観客を魅了。輪島選手랑저랑이제경기를했을때아마둘중에한명은무조건 KO 가아마달려요 K1 初参戦、輪島殺しのコリアンラッシュで KO を狙う。輪島KO 시켜주겠다。輪島がもう一度輪島になる日。70キロ最強は復活の輪島ックスなるか。 K1 スーパーウェルター級輪島ひろみ VS キム・ジュンファ。